敵敵と駆け抜けてたどり着いたは言わずの地、生も根も突き果ててまぶたを閉じたその時に、ここで死ぬなと諭す声、生きて敵を討つのだと頬をはたいたその人は、言わずで世のため人のため身を粉に働く元締めだった。今は恩義を返すため身を寄せ働く日々を送る。忘れたか敵討ち、いな、忘れることなどできるはずもなし。少しの恨みも忘れさせぬ、妹の夢はささやくばかり。申し遅れました、私今は始末屋をなりわいとしております、紅屋の凛と申します。スルメイカみたいなのが吉五郎さん、私の仕事仲間、こう見えてすごいんだ。ちょっと小便してきていいか。ああすまん。行ってこい。そろそろ交代を呼ぶか。コウモリ苦手なんだよね。安心しな、今自分はコウモリも仕事中だ。もたもたしてっと帰ってきしまうがな。
盗っ人、いや忍びか。お侍さん、随分と豪を背負ったみたいだね。三途の川まで案内するよ。豪か、面白いことを言う。野伏せりの頭目って言うから、もっといかついのかと思うよ。これまた案外男前で。よもや子供に見初められようとは。悪かったわね。元岩津家剣術指南役桂木俊成。そういないわね。いかにも。そちらさんに恨みはございませんが、お命頂戴いたします。始末屋とはな。よかろう、参られよ。慣れてきたな。そうかな、まだまだだ。そうか、早いとこずらかろう。始末を終えた銀、息を潜めて伺う影の姿。時を同じくして、あやめはそこにいた。次回、天中紅、袖すり合うも多少の縁。世の悪は紅に散れ。